かの時も手軽に置きたい置きたいな置いて取りたいというところがありました。ただあのスタンドを内蔵しました。で、まあ、入れて次のポイントなんですけども、皆さんどうも、はじめまして、YouTube で、動画を投稿しております瀬戸康史と申します。まあ、知らない方もいらっしゃると思うのでちょっとまあ自己紹介させていただきたいんですけれども、そして次、アイビスミニ、このカメラについていきたいと思います。さっきも言いましたが、僕のために作られたとしか本当に思えない、ビデオカメラです。アイビスの新作と聞いて、またこういう普通の手持ちのやつかなと思ってたら、こういうすごい形で出てきて、これはすごいと、もうこの感動をこれ共有できてる人はこの会場にいるのかっていうふうに思うんですけど、僕はずっと YouTube で動画を作ってきた、人間なので、本当にこれびっくりしたんですよ。僕以上と言ってもいい、僕以上の自分撮りバカが、この会場にいます。それですね、後ろにいるですね、坊主のおじさん、秋葉神さんという方がいるんですけど、この方はですね、僕以上に秋葉神さんの自分撮りにおける悩み、まあ2人でね、いろいろ話してる上でですね、やっぱり悩みがあるんですよ。どういうカメラがいいとか、どう撮ったら映るとかっていろいろあるんですけど、秋葉神さんの悩み、これ手が短いというわけでね、こう頑張ってこうやるわけですよ。これがビデオカメラで今回してますけど、これをこう自分の方に向けるわけですよ。そうするとやっぱり秋葉神さんはなんか手が短いらしくて、これですね、手が短くて画面が自分の顔でいっぱいになってしまうという悩みをずっと言ってまして、結果ですね、どうなるかというと、秋葉さんは、いつもワイプの企画がありましたけど、僕がこのアイビスミニが一番優れているというのは、そういう総合点ですね、撮るこの 見てる感じが自分で確認できるというのもいいし、再生のチェックも簡単にできる、これがもう完璧、もうこれは使いやすいと、まあ、明日から使おう、今から使おうというふうに思いました。で、iPad の場合はですね、さらに速くて、もうアプリとか Wi-Fi 接続とか使わずにですね、こういうカメラコネクションキット、まあ、カードリーダーとか USB でつなぐやつとかどっちでもいいですけど、これを、この iPad に直接ここにブスッと挿すと、ここにデータがバーッと出てきて、で取り込んで、iMovie とかで編集して、スゴジによる iBIS Mini を使ってみたというプレゼンでした。ありがとうございました。重たい思いしてこう一生懸命持ってるんですね。これ全部入ってるじゃん。まあ僕もプレゼンでね、秋葉さんのことも言わせていただきましたけど、もうずっとその画角で悩んでたから。そう、僕は手が短いからね。これ見た時本当びっくりしてですよね。ちょっと待ってくれと。いやで、これはやばいね。やばいですね、これかなりね。だってもうこれ音結構取れてますね、さっき自転車の。音は本当にマイクがしっかりしてて結構ガッツリなんですよ。音がちっちゃくて上げられないみたいなことは全然ないです。でちゃんとレベルも後ろもガーンってきますから、近くで喋ると。おお、じゃあちゃんと取れる。やばいなこれな。これやばいっすよ。こんなに使えると思わない。ポケット入っちゃうもんね。やばいこれは。うん、この辺に入れといて、ね、ポロッと、これだから本当びっくりしましたね。だから本当に YouTube の人にプレゼント違うもん。いや、もう僕興奮状態、完全に興奮状態。すごい嬉しそうに喋ってるのがすごい面白くて、伝わるのかなってぐらいで共感してもらえるかな。ぐいぐい来てましたね。でもだって今日まで誰も知らなかったわけでしょ、これ持ってる。ケーブルとかに置い
てただずっと撮っとくとかっていうのはもう最強です、ね、僕らはだからテーブルトークに使いたいんですよねそういうカメラが欲しいわけですよ。中堅 YouTuber の技術ですよ、うん、そうどうしたらいいんだろうみたいな。だって瀬戸さんとか秋葉さんすごい機材使ってるから撮れるじゃん、俺どうすんのよみたいなね。カレーブログなんかもういやいやもうこれでしょ、超楽ですよこれ本当に。今までなんか隠し撮りみたいな、うん、iPhone もうねもう下からね iPhone はねあれはあれで気に入って使ってんですよあれはもう、うん、でもねそう形式としてね、うん、やってますけど、でもこれでまたなんかできそうですよね、うん、楽できますねこれね。なんかまだカウンターの幅で完全に入っちゃいますもん ね、うん、これだと、うん、カウンターの幅だと大体顔いっぱいいっぱいでしょ、ね、レンズ画角いい落としどころなんですよねこれすごく、うん、これ良さそう。あとこれあれですよね、うん、やっぱさっき話聞いたと思うんだけど、この蓋が閉まるってもすごいよね、うん、この薄さの中ですね。で、開けたらスイッチが入る。そうなんですよ。実際これ見ちゃうと、これ見ちゃうと、うん、これは、これはもう要するに画角1回決めるためのもので、そこから先持ってきてるじゃないですか。持ってきてますよまずいかなと思ったけど比較したろじゃないかって。いやここでどれ回すかって言ったらこれですよね、うん、とりあえずこれのところ、うんテーブルトークだったらね、結局これになっちゃうんですよね、うん、いやー、参ったな、これ。いや、面白いよ、俺。こんなに面白いと思わなかった。だって、あっという間にこういうあ対談シリーズできちゃうじゃないですか。ね、そう、ね、面白いって言ってたら、これ大事だから、これ、それこそ2カメあれば、もう完璧ってことでしょ、うん、だから2個か3個来てる。そう、2個か3個あれば、完全にできちゃうんですね。ポイント、これ、すごいなキャノンさん、ポイントも、もちろんこういうのが撮れるのがいいですね。切り出せない人からすると怖いですね。ズームみたいな。切り出したところがフル HD 撮るよね、うん、これ録画すればフル HD で、うん、あこれで、はい、あこれすごいじゃないですか。これで画角がちょっと向こうとちょっと遠くですね。そうですね。あら何これ。ただ録画中には切り替えられないというところがちょっとビフライ、これ切らないと仕掛けてっていう作業したので、すごく楽になるというところがですね、かなり便利に使えるのと、おそらく常に僕このカメラは僕に向いてるんじゃないかなと今2台カメラ並べてても僕と生徒さんしか映ってないのでおそらくずっと、いろんなものが撮れるんじゃないかという、かなり期待としては大だと思います、はい、ありがとうございました。ちょっと新しいこといろいろチャレンジ今してる状況です。で今回この面白いカメラ、面白いって言い方ですね、新しいカテゴリーの、ビデオカメラを出して世に問うという形で、皆様の力をですね、ぜひこれも問題ショップですので、まあ、ソーシャルの時代ですのでぜひ、本当に多大な期待をお力を、期待しておりますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。今日はちょっと夜遅くで、まあ、いつもブログアウィーティングですと遅いんですけれど、非常に有意義で皆様よりも多分私と後ろにいる、関係者がですね一番喜んでるんじゃないかなって勝手に思ってます、本当にありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。以上をしまして、イベントを終了させていただきます。会場もまだ時間使いますので、お食事など、まだ召し上がる方は召し上がる